ここで飯にしましょう。コンビニでカップラーメン買いました。入りきらなかったんでちょっと空いてるんですけど、チキンラーメン焼き鳥味お勤め価格で買ったのでこれを食べたいと思います。勘で入れたけどぴったりだった。すげえ。これはね、まあまあ美味しかったっすよ。ただ、まあ、ベースはもう本当にチキンラーメンそのもので、ちょっと焼き鳥のタレの味がほんのりするぐらい。なので、まあ普通のチキンラーメンでもいいかなみたいに正直思いました。実はこの中にコーヒーは入ってるんですけど、少なくなってきたので、今からコーヒーも補充したいと思います。さてさて、お腹いっぱいになったところで今からですねグラベルを走っていきたいと思います。今日は、トップストーンカーボンレフティで来てますんで、ある程度のトレイル、まあ、こんなゴツゴツしたところも余裕で走れると思いますので、今日はちょっとね、開拓したいなと思って、走ったことない道をちょっと走ってみようかなって思ってます。はい、じゃあなんでちょっと危ないなと思ったらもう引き返します。では行ってきたいと思います。あー、ここ結構細いな。ここ結構険しいって書いてあったんですけど、やっぱり戻りましょう。こ
こっち行きます。朝雨降った影響で路面がちょっとウエットですね。これは走りにくそうですあ、びっくりした。あ、今なんか動物かと思った。丸太でした。そうそう、私のインスタ見てる人わかると思うんですけど DI2 にしました。 DI2 にしたので、あの手元に力を入れなくていいので、こういうライドに集中できます。グラベルライドは常に考えて行動しなければいけませんので。あ、ね、おっと、ちょっと待ってくださいね。おっと、ちょっと落ち葉で尖った石とかが見えづらいんですけど、なんかいる。注意しながら進みたいと思います。よいしょ、よし、念のため降りましょう。結構がれてますよ。うん、でもね、今回乗ってきてるのがトップストーンカーボンなんでね、余裕ですよ。待ってくださいね。くそ、よし、スタビライザーオンにしました。ここ結構上り、どっからす、おっつ、くださいね。集中集中、路面は滑るぞ今日は。おっ、あ、ここはぬかるみか。よし、オッケー。意外とゆっくり来るスピーディーに、あのトルクかけずに早く高ケイデンスで進んだ方がグラベル走りやすくないですかね。おっと、危ない。よっしゃ、熊よけ熊よけ。いけるいける。ちょっと登りながらなんできついですね。ごめんなさい、あんま喋れないです。きついきつい。よし、そう、ギアがもうない。あ、ここはさすがに歩くわ。ここはさすがに無理ですね。しかも雨の影響でこういう土が結構危ないですけど、もう粘土みたいな感じ、すっごい滑るんですよ。ここはさすがにダメです。ダメなとこです。じゃあね、こっからちょっと走っていきたいと思います。いきなり乗ると前荷重になるから、すげえ柔らかいわ。
よし、行きましょう。 OK、 後ろ荷重。あー、クソ、ダメだ、こういうな。あー、もう前に出たい。よいしょ、おっしょい。おっと、これ割れ目。あ、落ち葉で見え。おっと、おっと、グラベルキング、コッケが危ない。足を使いながらでも進むぜ。クリ。おっ。おっ。ギアを上げたい。ギアを上げたい。1個、2個。あと3つ上げたい。3、4、5。OK。OK。よし、ここ左。いけ。オッケー。わあ。いいぞ。おっ。ああ、疲れた。油断するとずっと行っちゃいますよ。まあ、やっぱこういう路面にはグラベルキング SK がおすすめかな。よっしょ、よし、よし、よし、ちょっと自転車置いて行ってみます。なんかあるかな。あ、行き止まりだ。特に何もなかった。あ、デイライトが明るすぎてすぐ分かりますね。よし。戻ろう。
が出てる。すごい。いやー、雨降ったからこそ見れる犬山城ですね。いつも見ている時より感動してます。